お、宇宙について。こいつもなんか宇宙語最後の1個、あと2巻が確かなかったと思うんですけれども、宇宙語辞典も持ってるかな。あ、でも1人で2つも、2つもくれることはないかな。ね、まあでもとりあえずここの陛下と箱男と、まあ、この辺にいたら両方いつ出てくるかわかると思うので見ていきたいと思いますね。まあ夜なんでちょっとかなり見えにくくなっておりますが、そこはできるだけ解像度もよく出せればいいなと、まあ出したいなと思います。そしてですね、まあ今日はですね、猫は、とある某パチスロ店のイベントに、エヴァンゲリオンのイベントに行ってきたんですが、まあそれはね、そこそこいい感じで、いきなり新しい新作のエヴァのパチスロをやってきたんですが、約束の時にですね、まあ、いきなりレバーオン2ゲーム目で暴走、そして50ゲームぐらいで覚醒と、まあ、言うなればものすごいいい感じで入っていったんですが、結局そっから、お、来ましたね。
くれると思ったんですけど、くれなかったですね。ではでは、どうしようかな。もうどっちにしても多分もうそろそろね、みんなが来る時間になってしまったと思うんですが、そして猫はこのセクションをあんまりよく知らないので、今自分がどっか、なんだ、いやー、なんか前のヨジラに似た感じの、ヨジラに似た感じの何かが出てきましたが、前の時のヨジラが走っていってしばらく、なんでしょう、ダッシュしてる時にダッシュの邪魔をしなかったら、よっ、あれ？あら、おいつ、あら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 、出てきてすぐに消えたということは、ちょうど6時に消えるのかな。まあそうですよね。多分地中人はみんながいない時にしか出てこないと思うので。そうですね。こっからまた夜になるまで、あ、やっぱりメカヨジラ。趣味、スケート観戦、年齢43歳。機械の体じゃダメですか？